ゴジラ。ゴジラは日本の東方が1954年、昭和29年に公開した特撮怪獣映画、ゴジラに始まる一連のシリーズ作品を呼び、それらの作品に登場する架空の怪獣の名称である。これら一連のシリーズ作品のことをゴジラ映画と呼ぶこともある。本校ではシリーズ作品全般についての解説を行う。 個々の作品の詳細は、口述のリストを参照のこと。1954年に第一作が公開されて以降、半世紀以上にわたって制作されている、怪獣映画。演技者がぬいぐるみ、着ぐるみに入って演じる手法を主体としており、この手法は以後、日本の特撮映画やテレビ特撮番組の主流となった。怪獣や、 怪獣同士の格闘のみならず、逃げ回る住民や攻防する軍隊等の周辺の人間描写も毎回描かれ好評を得ている。日本のみならず海外でも上映されて人気を呼び、ハリウッドウォークオブフェームに日本のキャラクターとしては唯一の例として登録されている。1954年11月3日、特撮映画制作を熱望していたスタッフが、 当時社会問題となっていたビキニ干渉の核実験に着想を得て制作した第一作水爆大怪獣映画ゴジラが公開される。身長50メートルの怪獣ゴジラは人間にとっての恐怖の対象であると同時に煽り文句などで核の落とし後人間が生み出した恐怖の象徴として描かれた。また核兵器という人間が生み出したものによって現れた怪獣が 人間の手で葬られるという人間の身勝手さを表現した作品となった。映画評論家の樋口直文は本作の監督である本大史郎への取材において戦後の暗い社会をことごとく破壊、無秩序に陥らせる和製キングコングを作りたかったという胸の現地をとっている。水爆実験で蘇った怪獣がニューヨークの街を破壊していくという例、ハリーハウゼン。 特撮の怪獣映画、原始怪獣原る、1953年に大きな影響を受けている。観客動員数は961万人を記録。この成功を受けて、直ちに続編が準備され、翌年の1955年に公開された第二作、ゴジラの逆襲では、怪獣同士の対決が初めて描かれた。この後しばらく東方はゴジラ以外の怪獣。 特撮映画を作っており、ゴジラシリーズの新作の企画はなかった。7年後の1962年に公開されたシリーズ第3作、キングコング対ゴジラは、当初の企画はアメリカで、キングコング1933のウィリス・オブライエンが、キングコング映画の新作として、キングコング対フランケンシュタインとして企画していたもので、ある。だが、この企画はアメリカでは、 資金調達ができず、オブライエンの企画から外されたものが回り回って、東方に売り込まれた。それまで東方には、ゴジラ映画の新作の予定はなかったが、東方側は、キングコングと怪獣を戦わせるなら相手はゴジラしか、ないだろうとして、これを契約。キングコング対ゴジラとなった。これが国内で、初めての怪獣対決映画となる。キングコング対ゴジラは、 当時の歴代法が観客動員数、第2位の記録となる1255万人を動員。アメリカなど、日本国外でも上映され、大ヒットとなる。以降、日本国外で好調なセールスを買われた、昭和ゴジラシリーズは、外貨獲得の手段として1960年代には、八木早に新作が制作された。第5作。 三大怪獣地球最大の決戦でゴジラが人類の味方としての戦いを見せて以降、ゴジラは恐怖の対象として役目が希薄になる。次第に娯楽作品へのシフトが進み、当初のテーマである SF としての特色もシリアス路線からエンターテインメント性重視のものに変わっていく。第十二作地球攻撃命令ゴジラ対ガイガン以降は、 完全に正義のヒーローとして描かれるようになった。当時の放画の社用による深刻な工業不振や家庭へのテレビの普及などもあり、新作などに観客動員数が前作を下回っていった。この時期はテレビアニメ再生期であることもあって、東方チャンピオン祭りというタイトルのテレビ作品と、今最後から6作品混合プログラムの中の1作という扱いになり、 上映時間も短縮され制作費も縮小された。そのため、特撮シーンの多くに過去作品の流用フィルムが多用されるようになる。そして1975年に公開された第15作、メカゴジラの逆襲では、観客動員数7万人と、歴代ワースト1位を記録した。これを受けて東宝は巨額の予算がかかる怪獣映画を封印することを決定し、 シリーズは1984年まで長い休止期間に入る。1984年、メカゴジラの逆襲以来9年ぶりに制作されたシリーズ第16作、ゴジラでは第1作を踏まえ、ゴジラ以外の怪獣は登場せず、再びゴジラは恐怖の対象として描かれた。この作品においてゴジラは1954年に一度だけ日本を襲った怪獣とされ、 1> 第1作の直接の続編という形をとっており、第2作以後の作品すべてをリセットした。また、第1作当時と異なり、ゴジラの設定サイズの50メートルより高い高層ビルが多くなっており、それらに合わせゴジラのサイズを80メートルに設定。あとのシリーズ第18作、ゴジラ VS キングギドラ以降は、サイズは100メートルとなった。5年後の1989年、 第16作の直接の続編であるシリーズ第17作、ゴジラ VS ビオランテが公開されるが、動員数振るわず、再度数年の充電期間に入る。その後、昭和ゴジラシリーズと同様、対決ものとしてシリーズ化され、1991年公開のシリーズ第18作、ゴジラ VS キングギドラ以降は、正月映画として995年公開の第22作、 ゴジラ VS デストロイヤーまで毎年一本のペースで制作された。第2期の初期、ゴジラ、ゴジラ VS ビオランテは高齢化した当時のゴジラファンをターゲットにしていたためストーリーもマニア層向けであった。しかし実際の観客は親子連れが多数を占めていたため、徐々にファミリー向け娯楽映画にシフトしていき、内容もファンタジー要素や SF 要素が強くなっていった。また、 ゴジラ VS ビオランテが評価を得なかったため、その後は昭和の人気怪獣の再登場路線となる。ゴジラ VS キングギドラ以降は動員数も大幅に向上し、スタジオジブリ作品などと並び、毎年の方が工業ランクの1.2位を争うドル箱シリーズとして定着していった。その後、ハリウッド版ゴジラの制作決定をきっかけとしシリーズ第22作。 ゴジラ VS デストロイアで一旦シリーズの終了が決定。デストロイア劇中ではゴジラの地を描き、ゴジラの物語は一区切りとなった。平成ゴジラシリーズはシリーズ第22作ゴジラ VS デストロイアの全7作まで一貫した世界観となっており、ゴジラ VS ビオランテで初登場した超能力少女サイグサミキ・エン。 お高え美シリーズのようとして続けて登場している。ゴジラは一貫して人類の脅威として描かれ、対決相手は人類側の兵器ないし方、メカキングギドラ、モスラ、メカゴジラ、モゲラあるいはミツどもへの戦いとなっている。後半、ゴジラ VS メカゴジラからは自衛隊に代わる、新たな対ゴジラ組織、ジーォースと新怪獣のベビーゴジラ、後のリトルゴジラが出した。なお、 vs シリーズとミレニアムシリーズファイナルウォーズ以外は映画制作公開年の翌年を物語の舞台にしている。クライマックスとなる戦場には公開当時には大となった名所が選ばれることが多い新宿都庁港未来幕張メッセ等。この当時は主に新作公開の時期に合わせて金曜ロードショー、vs モスラ水曜ロードショー、vs ビオランテ ゴールデン洋画劇場、VS キングギドラ、VS スペースゴジラ、VS デストロイヤなどのゴールデン枠でも作品が全国ネット放映され、高視聴率をマークしている。この当時に防衛庁の広報課で、対外広報を担当していた牛尾正人によれば、1992年頃にゴジラ映画に対する協力体制が本格化したという。このシリーズでは特殊技術を 河北孝一、ゴジラのみ、中野明義、ゴジラのスーツアクターは、昭和シリーズでヘイドラ、ガイガンを担当した、薩摩健八郎が務めている。休止期間中の1997年には、第一作からゴジラ映画を制作し続けてきた田中智之が死去し、ゴジラシリーズとしては、ゴジラ VS デストロイヤが最後の参加となった。このゴジラ休止の時期に、 平成もすら三部作が公開された。1998年にトライスターピクチャーズ提供によるゴジラが公開された。工業面では世界的に成功を収めたものの、軽快な作風のモンスタームービーに仕上げられた作品は、従来のゴジラ像帰りから国標が相次いだ上、第19回ゴールデンラズベリー賞で最低リメイク賞、最低助演女優賞を受賞。 関連グッズ売り上げの低調もありシリーズ化には至らなかった。1999年のシリーズ第23作ゴジラ2000ミレニアムでゴジラ映画が再開された。この作品で2度目の世界観のリセットが行われる。第1作以外の過去のエピソードは一切語られず、ゴジラは地震や台風などの自然災害と同じように文明への脅威の存在として設定された。 本シリーズの一部は、第一作と、その他の東方特撮作品の世界観を反映した。しかし200万人から400万人と比較的高い、観客動員数を維持した、平成ゴジラシリーズと比べ、本シリーズは100万人から200万人ほどと、大幅に減少した。そのため、平成ゴジラシリーズと、同じく、モスラ、キングギドラ、メカゴジラなどの人気怪獣の再登場路線となった。 2001年から2003年までは、トットコ、ハム太郎と閉営されることになり、その影響で、第26作、ゴジラメカゴジラ、第27作、ゴジラモスラメカゴジラ東京 SOS の2作は、例年より15分後、上映時間が短縮化されている。2003年の、ゴジラモスラメカゴジラ東京 SOS は110万人と、 当時のワースト3位を記録、現在はワースト4位。制作サイドの目指す本当に新しいゴジラ映画を制作することが当時の技術は困難としてゴジラ50周年の節目である2004年にシリーズ集大成となる最高のゴジラ映画を作り上げて締めくくろうということになり、同年公開の第28作ゴジラファイナルワースにてゴジラシリーズは再度終了となり、 東宝が制作するゴジラシリーズは10年以上途絶えることとなる。ゴジラシリーズに数多く出演した水野久美や佐原健次らはファイナルアースのパンフレットでまだゴジラシリーズに出演したいというような趣旨のコメントを寄せた。ミレニアムシリーズは平成ゴジラシリーズ同様毎年正月映画として公開される。ゴジラメカゴジラと ゴジラモスラメカゴジラ東京 SOS の関係を例外として前年の作品とはストーリーや世界観に連続性がない。ミレニアムシリーズの特徴として CG の多様が挙げられる。ただし平成ゴジラシリーズのように怪獣が光線技を多用する描写は少なくなっており特撮カットはスーツアクターによるアクションワイヤーアクションに重点が置かれた。 怪獣のサイズが VS シリーズの100メートル級から昭和シリーズに近い50から60メートル級に縮小されたゴジラファイナルウォーズのみ100メートル級に戻れたミニチュアのスケールも1、50から1、25に大型化したことでその作り込みがより精密になった本シリーズはゴジラメガギラス G 消滅作戦ゴジラメカゴジラゴジラモズラメカゴジラ東京 SOS の3作品で 優れた戦闘能力とリーダーシップを持つ女性自衛官が主役または準主役でゴジラと直接戦う設定を取り入れている。ゴジラモスラキングギドラ大怪獣総攻撃以降のシリーズではゴジラの逆襲以降の東方特撮映画では通例となっていた特技監督の肩書が特殊技術となった。2014年12月8日東方製作による シリーズ新作が約12年ぶりに全国公開されることが明らかになった。2015年4月1日、脚本と総監督を安野秀明監督と徳木監督を樋口慎嗣が務めることが発表で、同年秋から撮影が開始された後、2016年7月29日にシンゴジラのタイトルで公開された。2016年8月19日、 初のアニメーション映画作品となるゴジラの制作が発表された。監督を静野ノ文、瀬下博之、ストーリー原案、脚本をうつろ園芸が務める。2017年1月19日には新たなコンセプトアートと声優陣が同年3月26日には3部作になることがそれぞれ発表された後、同年11月17日には第1部、 怪獣惑星が2018年5月18日には第2部、決戦機動増殖都市がそれぞれ公開され、同年11月9日には第3部、星を食うものが公開された。2010年代、ゴジラの特徴としては、第一作と世界観が繋がっていないという設定が挙げられる。過去のシリーズでは、それ以降の時間軸は異なりつつも、百五十四年、 第一作に人類の前に初めて姿を現したという設定だけは共通していた。しかし、新ゴジラではゴジラが初めて人類の前に姿を現したという設定になっており、第一作との世界観のつながりが存在しない。このことを裏付けるかのように劇中では怪獣という概念や文言自体がなく、当初はゴジラを巨大不明生物と呼称している。 また、アニメーション3部作でもゴジラは2030年に初めて人類の前に姿を現したという設定になっており、やはり第一作との世界観のつながりが存在しない。2014年にはワーナーブラザースの提供、レジェンダリーピクチャーズの制作によるゴジラゴジラが公開された。ゴジラのデザインはトライスター版と異なって原点を踏襲したものだったほか、内容には 自身もゴジラファンである監督のギャレス・エドワーズによる SF 要素を廃し、徹底して現実的な路線で制作しているとの方針が示されている。2> 第2弾の制作も決定しており、ラドン、モスラ、キング・ギドラの登場を予定しているほか、第3弾では有名モンスター同士を対決させるモンスターバースの一環として、キング・コングの登場が決定している。 内話現代、発売、稼働順、蒸気ゲーム、映画の CM は除く。ゴジラを題材とした、玩具、書籍、映像、音楽媒体は多数発売されてきた。ゴジラ関連製品の専門店は、マルイグループが2016年から期間限定で展開。2017年10月30日には、東方と共同で、 世界初のゴジラ公式常設店を新宿マルイアネックス東京にオープンした。このほか東方は通販サイトゴジラストアを運営している。本シリーズには以下の組織が登場している。ゴジラをはじめとする東方怪獣映画群に登場する怪獣迎撃を行うこれらの組織を総称して東方自衛隊と呼ぶこともある。そのため正式名称ではないが、 雑誌やこれらの装備を商品化したレジンキャストキット、ペーパークラフトなどでもこの故障の使用例がある。もともとは自衛隊以外の名称で登場することが多かったが、後には自衛隊の名前で出演するようにもなった。撮影にあたっては自衛隊の協力を得て実際の兵器の稼働シーンなどが撮影されているほか、東方自衛隊独自の架空兵器も登場している。架空兵器に関しては、 東方特撮映画の登場兵器を参照。なお、現実世界でゴジラのような怪獣が日本に襲来する事態を想定した機場研究を旧防衛庁が過去に言っており、怪獣襲来に対しては自衛隊法第83条に基づく災害派遣で自衛隊の出動が可能とし、暴れる怪獣に対しては、有害鳥獣駆除の名目で武器。 弾薬の使用も可能との結論に達した。ゴジラ、1954年でゴジラに、松坂屋と和光を無断で破壊、炎上させた際に、クレームがつき、和光は、以後2年間ほど東方のロケ使用を一切許可、しなかった。それ以降、実在する建物を破壊する際には所有者の許可を取るようになった。しかし、ゴジラに破壊された建物は、その後、 業績が好調になっていたりするため、ぜひとも次のゴジラ映画でうちを破壊してほしいというオファーが東方に来たことがある。なお、四国地方にはシリーズを通じて一度も上陸していない。ことの発端は、本大志郎監督の遺族がパチンコ CR ゴジラ破壊進行林 CM でゴジラが登場していることに関し、2010年6月に入銀に対して、 ホンダの著作権を侵害していると抗議文を創ったもので、入銀は著作権を東方が管理しているとして、東方と遺族間で交渉するものの決裂し、東方は2010年6月に遺族に対して、著作権侵害の主張は無効と訴えた。それに対し、2011年10月13日に遺族が、ゴジラはホンダの著作物であり、商品化を東方が勝手に許諾するのは違法と、 主張した上、1億2700万円の損害賠償を求めて、入銀、東宝、宝富、加賀電子の4社に対して、東京地裁に提訴していたが、2013年6月に和解が成立した。和解内容については明らかにされていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。